まあ、ただ2ラウンドに関してはどうでしょう、振り分けるということでいうと内藤さんどう見ました？やっぱ、まあ、振り分け難しいかな、でも包みでいいんじゃないかなというようなラウンドだったとも思いますね。はい、やっぱりボディから作る意識みたいなものは出てたということですかね。はい、あと、はい、モルノ選手少しクリーンヒットがやっぱあまりなかったと。はいはいはい、うん、やっぱりポイントの取り方としては、一番はクリーンヒットを多く取った方がポイントを取るんですから、はい、でお互いクリーンヒットなかったらディフェンス面の、しっかりした方だったりってなるんですけども、はい、2ラウンドはクリーンヒットで言えばやっぱ隅の方あったと思うんですよね。さあ、オーボディー、モンドリ打って倒れた。セーフだ。まず蹴りオーバーしてしまったのに、体勢を受けてくださった森野選手、森野陣営の皆様、本当にすみませんでした。そして会場に足を運んでくださった皆様、そしてボクシングファンの皆様、大変申し訳ございませんでした。と、本当この歴史あるボクシングという競技を汚してしまって、自分も本当に人としてまだまだ未熟で成長しないといけないなと今回改めて思いました。本当に申し訳ございませんでした。さあ、そんな謝罪お詫びの言葉もいただきましたが、そんな中今日の試合に向けて気持ちの切り替え、それはそれで難しかったと思います。どんな気持ちで、まあ、今日当日の規定の計量もありました、今日のこの試合開始の時間までどんな気持ちで過ごしたんでしょう？本当にこの日のために日本まで来てくださって、すごい調整をしてくださった元世界チャンピオンの森野選手に本当に申し訳ないなという気持ちでこの試合挑みましたし、それ以外ないです。あと本当大会関係者の上の皆様も本当大変申し訳ございませんでした。まあ、お詫びのことはしきりですけれども、さあ改めて今日はそんな中でも勝利を収めました。次に何とかつながってくれると思います。ファンの皆様、いろんな思いで見てくださっていると思います。謝罪の言葉十分いただいたと思います。今後に向けて何か決意ありますか？今日の自分に何もこう言う資格がないので、本当人としてまたこういつになるか分からないですけど、このリングに戻ってこられるように精進いたします。リングで結果を出していただくということでよろしいでしょうね。堤隼人選手、また今後見守っていただきたいと思います。